MLB、ドジャース4、0W ソックス、日本時間27日、シカゴ。ドジャースの大谷翔平投手は26日、日本時間27日、敵地、ホワイトソックス戦に、1番、指名打者、で先発出場し、初回に2試合連発となる25号先頭打者弾を放った。10試合連続打点の球団新記録を樹立。2打数1安打1打点。 西急で打率点322。チームは4-0で完封勝ち。4連勝を飾った。実際の動画、飛弾右腕も味方も呆然、大谷翔平が放った特大25号へのリアクション。あっさりと塗り替えた。初回戦闘。フルカウントからのフェッティの外角カットボールを捉えた。宇宙間中段へ飛び込む25号ソロ。打球速度113.9マイル。 約183.3キロ、飛距離437フィート、約133.2メートル、角度26度だった。先頭打者アーチは今季3本目で、通算9本目。2試合連続の先頭打者弾は自身初めてだ。また、2試合連発は今季6度目、通算30度目となった。10戦8発の量産体制でシーズン49発ペースに。 本塁打大争いではリーグ2位のブレイブスオズナに4本差しをつけた。この一発で4年連続5度目のシーズン100安打に到達した。日本選手の4年連続到達は一郎、松井和夫、青木則一に次いで4人目だ。また、通算498打点とし、日本人3人目の大台にあと2に迫った。3回無視12塁、7回西1塁と死球を選んで出塁。 5回戦闘は三者比に倒れた。打率点322、25本塁打、65得点、長打率ドット643、オップス1.045でリーグ5冠ダブルコート。61打点はトップと3点差のリーグ3位となっている。